打席に期待しています。148キロというスピードに湧きます甲子園。超える球を投げたりしましたが、本当にタフです。この打席はインコースでした。ファール。ここまで来れば意地と意地とのぶつかり合いみたいなもんですね。ツーアウトランナーなしの8回の裏です。真ん中に構えた、三振。両エースの対決、ツーアウトランナーなし。夏3連覇に向けて臨んだこの甲子園、初優勝まであとアウト一つの早稲田実業、優勝に向かってあとストライク一つ。決着がつくのか、差は1点。には一発がある。うなずいた斉藤。三振。早稲田実業初優勝。ナイスコントでしたね。はい、それで、ね、非常にこうバッティングもね、シャープなバッティング。先発して3回、野球人生最多のノックアウトでした。初めて三振を取った斉藤佑樹。ちょっとね、はい、効くんですよね。外まっすぐ、いいですか。140。これもその最初からストライクかっていう投げ方すると、2者連続三振。このリズムでストレートを放ると生きてくると、そういうタイプのピッチャーなんですけど、ストレートを中心にセカンド渡辺、いい動きです。戻ってきてからは2試合目の先発マウンド。母校の早稲田実業がベスト8入りを決めましたよね、はい、お互いにいい戦いができたらいいなと思いますと話していました。際どいところについていって、で勝負球はこの変化球になってきます。ヒットでチャンスを広げて、そして岩崎が送ってこの肘沢のタイムリーという3回の攻撃でした。田さん、はい、この後藤選手なんですが、夏は自分の季節と、自分に暗示をかけるわけではないんだけども、非常に調子が上がってくる季節なんだという。